パーティー。空が赤い。また夜の始まる時期か。これでもう何回目の夜だったかな。今夜もまた行くのかい、ゴルド。ああ、ヒルダのやつは相変わらず一人で自由気まま。何を考えてるのか知らないが、あのままじゃあいつもいずれ力に溺れ虚無と化す。だろうね。そうすると厄介な虚無が一匹増えるぞ。性格悪い女だからな。そうなる前に止めないと。だね。しかしヒルダがああやって暴れて目立ってくれるのは僕らにとって好都合だ。あとは虚無狩り、いや今となってはギタン狩りと呼ぶべきだが、リヒトクライスの連中が網にかかってくれるのを祈るのみだ。あれから半年か。噂は何度か耳にするが、その足取りは全くつかめねえ。たく、己の無力を痛感するね。焦ることはないよ、ゴルド。一人ずつ、確実に消していこう。そうだな。んじゃ、軽く出かけてくるわ。お前さんはここで亭主の帰りを待っててくれ。ほら、誰が亭主だ、誰が。いや違う、誰の亭主だ、誰の。冗談だよ冗談。相変わらずお堅いなお前は。退屈しないで済みそうだ。確認を開始。ファーストクローズリバイド。同じスライド暗いな。危ない。近づく。戻ってカバーに。以上失敗。ヘッド火が散らしてスライドリカバーに。スライド同じスライド暗いな。同じスライドシミュレーション再開します。暗いな。ジムリーパーリカバーに。アマちゃんだな。ミナ、ゴルド。ハラスクエラー、ハーリス再蘇生。セカンドクローズ、リバイド。気をつけ。オタルスライド。シミュレーション。一台一台。オレ、オタルスライド。シミュレーション。そうそう、これほどか。オタルスライド。オレ、オタルスライド。ブービー。再開して。オレ、オタルスライド。シミュレーション。ダメ。ブービーパー。強すぎるって。みんな、ゴルゴン。力の強さならお前さんの方が上なんじゃないか。だがそいつの使い方、そしてそれを使った喧嘩の仕方が全然分かってねえ。この結果はドライバーの差ってやつだな。手短に終わらせようか。後悔してももうせえ。ファーストクローズディバイド。オレオタルスライト暗いな。オレオタルスライトシミュレーション。オタルスライド。オレオタルスライド。シグマイカイムリーパー。やってくれ。エイミングオタルスライド。シグマイカイスだ。行くぜ。オラオタルスライド。俺が運が悪いのはお互い様。ゴルドパーフェクト。セカンドクローズディバイド。オレオタルスライド。オラオタルスライド。オタルスライド。やっつけ。暗いな。オラよ。やってくれてね。オラオラオタルスライド。オラオラやべやべ。
パワーだけ本気にさせた。パワーグラス、そらそらそら、読み字を忘れたな。強すぎるって。ミニゴルゴ、パーフェクト。力の強さならお前さんの方が上なんじゃないか。だがそいつの使い方、そしてそれを使った喧嘩の仕方が全然分かってねえ。この結果はドライバーの差ってやつだな。子供がこんな時間に一体何をしているのかと思えば、ヤトのお姫様のご遊覧か。こいつはお目にかかれて光栄ってもんだ。意外だが、我らこれが初顔合わせなのか。噂に名高いハーベスター、強欲のゴルド。そのようだな。お前さんみたいな小さいのとの喧嘩なんざ、勝つのも負けるのもごめんだからな。あまり記憶にあってほしくない。嫌われたものだな。体の代償など我らの戦いにさほどの影響もないだろうに。もちろんだ。だがこれは見た目と構図の問題だ。むさ苦しい男が可憐な少女を乱暴にってな。どうしたって俺が悪者だ。まあ実際悪者なわけだが、お嬢さん、今夜は深淵へのお散歩ってことなんだろう。ああ、お前の愛しきパラドクス、その儀の邪魔を企んでいる。さてお前はどうする。勝つのも負けるのも分が悪いこの相手、関わり合いたくはなかろう。このまま素通ししてくれるとありがたいのだが。お前さんは勘違いしているようだが、俺はもうアムネジアから抜け出した身でね。あの女にそこまで義理立てする必要はない。だがそうさ、だがかといってお前さんほどの大人物に素通りいただくってのも悔やまれてな。俺の探すもの、リヒトクライスの赤騎士に通じる可能性があるよね。英豪の姫、ヤトの秘宝、無限の転生、夜の影、そしてうつろに響くクオンの鼓動、身に刻まれた力、長きを生き抜いた力、ぜひこの若輩者にご教示いただきたい。そうか、では初見ということもあるからな、軽い挨拶といこう。ただしこの授業料は高くつくと思うことだぞ。ファーストクローズリバイド。これくらいタルスライド、アシミレーション、爪がまなめにいい打ち込みだ。爪がまなめにいい打ち込みだ。爪がまなめにいい打ち込みだ。おい、行き過ぎだ。爪と、ほら爪と、うまくしっかりだ。ボタルスライド、なかなかやる、手ごわい。アマちゃんだな。ミンディ、ゴルゴ、動きはやめた。セカンドクローズ、ディバイド。リムリーパー、爪だ、はい、まとめ。エイブオープニング、なかなかやる、これくらい。爪が前、これくらいな。
かな。ゴールドン。おいおい、その辺でやめといてくんねえか。出ないと俺も本気になっちまう。調子に乗ってあんまり人を怒らせるもんじゃないぜ。手短に終わらせるか。この風の流れ、やる気なのね。ファーストクローズ、ディバイド。リムリーパー、ここだ。どうやめて。ボタルスライド、ファイト。ボタルスライド、シミュレーション。左、数字なのに多い。いくぞ。ボタルスライド。それで終わり。エイに癒さない。それで終わり。ボタルスライド、ボタルスライド。甘い甘い、重い。ボタルスライド、くらいな。おっと、シミュレーション。よっと、よけ。だめ、やった。アマちゃんだな。みんな、ゴールド、なかなかやるじゃん。セカンドクローズ、ディバイド。こちょこ、ボタルスライド。甘い甘い、つめ、ほら、はっ、誤った。面白い。こちょこ、ボタルスライド。全然、こっちだ。ボタルスライド、ほら、ほら、ボタルスライド、シミュレーション。よっ、ほら、よっ、よっ、ほら、くらいな。こちょこ、走れ、こちょこ、ほら、よっ、ほら、ほら、くらいな。マジ、ほら、やる。左、すぎるって。みんな、ゴルゴン。力の強さならお前さんの方が上なんじゃないか。だがそいつの使い方、そしてそれを使った喧嘩の仕方が全然分かってねえ。この結果はドライバーの差ってやつだな。弱そうな相手ね。やっぱりせん。ファーストクローズ、リバイト。デジス、強化。チャン、トッ。暗かりくん、ドッ。オータルスライド、これから。オータルスライド、クライナー。オレ、オータルスライド、オレ、オータルスライド、シミル、シクス、リムリーパー。やっと、ドッ。オレ、アマちゃんだな。みんな、ゴルゴン。そっかそ。セカンドクローズ、リバイド。走るほどに青くて見てらんねえぜ、若者よ。俺じゃ収穫にはまだ早そうだ。今日のとこは見逃してやるよ。誰かと思えば、この間のへそ出し変態男。
あんたまた私のテリトリーでよからぬことを企んでるわけ？おいおい、へそって点に関してはお嬢さんに言われたくないんだがな。私のおへそは綺麗なおへそだから許されるんですよーで。はいはい、暑苦しいものを見せてしまい申し訳ございませんね。それじゃあお互い今夜は多忙な身だ。俺はここで失礼させてもらうとする、アバよ。待てー、そういうわけにはいかないよね。あんたがまた証拠にもなくなんとかってとこのなんとかってやつを探してるって言うなら、前回と同じくここで止めるまでのこと。私の目の黒いうちはこの辺りで暴れるなと言ってあるはずだよ。そこまで必要になんとかってやつを追う理由があるならはっきり聞かせなさい。なんだったっけ、露出者ごと。お前さんに説明するのは骨が折れそうで嫌なんだがな。分かってもらおうとは思わないが、簡単に言えば復讐だよ、復讐。業務に身を落とした俺の仲間をあいつは躊躇なく切り捨てた。仕方ないこととはいえ、はいそうですかと終わらせるわけにはいかない。分かっただろう。だからこれ以上俺の心の中に土足で上がり込んでくるな。ここは通らせてもらう。お互い前みたいな手加減はなしだぜ。ファーストクローズディバイド。立つようだが、あまり調子には乗らないことだな。俺がやんちゃしてた頃ならそこら辺にゴロゴロいるレベルだ。手短に終わらせようか。いざ尋常に成敗。ファーストクローズディバイド。トータルスライド。運が悪いのはお互いさ。ゴルゴルセカンドクローズディバイド。どうだ、 どうだ、 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 ど
一応聞いておくが、お前さんがリヒトクライスの赤い魔女んなわけないか。わりわり、あれがこんなに弱かったら苦労しねえよな。風が騒がしいな。ファーストクローズディバイド。グリムリーパー、やるではない。カウンカウンスライド。クライナー、ワシステイグルイワテクライカグルイボタンスライド。チカンドラヨドラヨフィドフェイエミドグルイワマフェッテリアミドボタキツバマクシタベルスズメイモリドラボタンスライド。クライナー、アマちゃんだな。みんな、ゴルゴ。なかなかやり終わる。セカンドクローズ、ディバイド。カウント。ボタルスライド。ウルイは。ボタルスライド。ラ。はい。ボタルスライド。シミュレーション。その前もとは違う。今のはお前。そんなもの。やっと。ボタルスライド。もう一度。ああいう。セカンド。お前さんもそこそこ腕は立つようだが、あまり調子には乗らないことだな。俺がやんちゃしてた頃なら、そこら辺にゴロゴロいるレベルだ。お嬢さん、リヒトクライスの人間だよな。わざわざこんな夜にこんなところまでパラドクスの討伐か。隠すだけ無駄かな、これは。ええ、その通り。あなたこそ我らリヒトクライスにただならぬ負の感情をお持ちのようですが、どういったご用件でこのような場所へ。はあ、そうだな。あんた個人に恨みはないが、お前たちのやってることには恨みがある。どんな事情でパラドクスを打つ気なのかは知らないが、あんたにはここでリタイアしてもらう。組織として正義のため、時に理不尽をし恨みを買うことが多いのは理解しています。それらをいちいち釈明し詫びる気はありません。しかし、その恨みを受け入れ素直に倒されるわけにはいかないのも理解してもらえるはず。当然だな。少しは歯向かってくれないとこっちも気分が悪い。最後にこれだけ聞かせてください。なぜとは聞かない。リヒトクライスの誰に恨みが。そうだな、理由も知らないでやられちゃ死んでも死にきれねえか。赤騎士、これだけ言いやわかるよな。そいつが後から行くから一足先に行って待ってろ、あの世でな。赤騎士、キョムガリ・ワーグナーか。あの方には我らリヒトクライスも手を焼いています。わかりました。あなたの恨み、その魂の重さも背負って私は前へ進みましょう。ファーストクローズディバイド。行きます行きます。面白い。おっと、ダメ。あ、それもダメ。ランちゃん、ここです。それでもどう。ボタルスライド。クライナー、俺、ボタルスライド。シミュレーション。まだまだ。トライオン、エミトライオン、トライオン。ディバインクラフト。カウント。マークしたての行くぞ。
が悪いのはお互いさ。ゴルゴム。セカンドクローズ。リバイバル。やるな。モーサルスライド。クライナー。俺、モーサルスライド。シミュレーション。そこそこ腕は立つようだが、あまり調子には乗らないことだな。俺がやんちゃしてた頃なら、そこら辺にゴロゴロいるレベルだ。この辺りが今回の夜の中心となる深淵だよな。パラドクス、いや、ヒルダ、いるんだろ。姿を現せよ。あら、誰かと思えば、いらっしゃい、ハーベスターゴルド。我が意志の揺らめき、光と闇の祭壇へようこそ。あいつの敵ごっこ、そろそろ終わりにする気はないの？ああ、仇とか恨みとかってのはピンとこねえし、何が解決するわけでもないんだかな。あの赤いのは、一度思い切りぶん殴って地面に這いつくばらせるくらいしないと気が済まねえ。けじめってやつだよ。けじめ。まったく、男ってのはくだらない。そんなことより、昔みたいに私たちと組みましょうよ。リヒトクライスもヤトも、みんな潰してやるの。ね？楽しそうでしょ？私たちのアムネジアが、この夜の世界に君臨するのよ。その赤騎士ってのも、私が見つけ出して、あんたの前に引きずり出してあげる。そうしたら、煮るなり焼くなり切り刻むなり、好きにするといいわ。お前がそれを成し得るために求めている、虚ろの夜の力、イグジス。求め、溺れ、飲まれ、そして行き着く先はあいつの二の舞。虚無落ちだ。お前みたいなバカ女でもああなっちまうのは後味悪いものなんだな。この辺で切り上げるわけにはいかないかって相談と忠告だ、友人としてな。それで私をこの深淵から遠ざけ、ベセルを貫き、あなたのそのご自慢のマレンと強欲の爪で全て奪い取りに来た。そういうか。なるほど、いいわ。かつての盟友が自分を始末しに来るなんて、すっごくドラマチックで。昔のヨシミで命までは取らないであげるわ、ゴルド。やれやれ、我ながら友人思いの性格を後悔するね、こりゃ。ファーストクローズ、リバイド。オタルスライド。もっと強い調子に乗っちゃった。周りにさ、なかなかまるでオタルスライド。もっと調子に乗っちゃった。もっと調子に乗っちゃった。もっとみんなの、もっとオタルスライド。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 運が悪いのはお互いさ。ゴルド、負の汚れちゃう。セカンドクローズ、リバイド。出なさい、逃げない。隠して行くぞ。行きなさい、足なさい。出なさい、見えねえだな。おらよ、行きなさい、足なさい。跳ねなさい。どう、おらよ、おはるスライド。
目指す自称最強の魔女様がたまあねえな。元相棒のよしみで忠告しとくが、俺に懲りたら無茶すんじゃねえぞ。サバの陰であいつも泣いてるぜ。さーて、観念するんだなヒルダ。いや、アムネジアのパラドクス、この爪でお前の胸のベセルを貫き、今日のうつろの夜とともに終わりにしよう。仲間相手に容赦ないわね、ハーベスター。いいわ、全て取っていきなさい。元仲間だからな。アバよヒルダ、お前はいい女だったぜ。しばらくおとなしく眠ることだ、パラドクス。その魔女の伝説とともにな。おかえりゴルド。心配はしていなかったが、無事に帰ってこれたようでよかったよ。それで今夜の守備はどうだったんだい？どうもこうもねえよ。ったくヒルダの野郎、とんでもねえ化け物だなあれは。それは当然だよ。あれでも希代の魔女とまで言われているんだ。いつも喧嘩の時、あの子の戦略性の低さに救われてるよゴルドーは。まあ、それだけあいつがバカってことなんだけどな。胸のベセルを砕けばインバースはしばらく満足に動けない。回復しきるまで能力も大幅に落ちる。そうなればイグジスに侵食され、虚無とかす心配も当面はなくなる。いい休養だよ、彼女にとってはね。そういや、一人リヒトクライスのお嬢さんとぶつかったぜ。あいつ以外にも面倒な連中が多かったな、今回の夜は。単独行動のエグゼクターかい？そうなるとワーグナーは未だに動いていないみたいだね。けど状況は確実に変わっている。宿の姫の反逆とも呼べる行動、ヒルダとクオンの接触、そしてやがて来るイモータライズ。これではリヒトクライスも対応せざるを得ないはずだと思ったんだけど、動いてくれないね、なかなか。女房役であるお前の言う通り、焦って探しても仕方がないからな。家宝を寝て待つくらいのつもりでいるよ。それがいいよ、全ては次の夜にね。ってこら、誰が女房だ、誰が。いや違うな、誰の女房だ、誰の。いや待てよ、野球でいう女房役ならこの場合は正しいのか。ほんと、呆れるほどに真面目だよなお前って。
知らない運命の歯車から見えないほどに小さなネジが一つ外れても壊れてしまうからそっと組み替えるように奇跡巡る直前の君と僕交わるドラマあった幻想の闇とだ知った溢れ返る孤独それでも握りしめて胸を打つ鼓動に耐えてるさまよいながらさまよいながら変わりゆく日々非現実目覚めかけた意識また突き崩さ